香港日本人学校は、中華人民共和国香港特別行政区にある日本人学校。香港ジャパニーズスクールリミテッドにより、日本国政府の海外支場教育施策に基づき、香港に在住する日本人の総意によって設置された教育施設であると同時に、香港の法令に基づいて認可された私立学校であり、下記の3つの校舎からなる。中学部級校舎。 写真は5から8階。山の中原に立地しており、正面玄関が5階にあるという変則的な構造になっている。小学部本港校校舎小学部本港校大歩行、国際学級参考者合わせて1556人の生徒、児童を養し、世界の日本人学校の中でも有数の規模である。1990年代には参考者合わせて最大で、 約2100人の生徒、児童数を要していた。生徒、児童のほとんどが保護者の海外転勤に伴って入学、転入してくるという事情のため、社会や経済状況の動向が生徒、児童数の増減に大きな影響を与えることがある。例えば、1970年代頃から盛んに行われた日本企業のアジア進出による生徒、児童数の急増や、 サーズの影響により、日本企業が現地駐在員を引き上げるなどしたために一時的に減少したことなどが、その一例である。小学部が、香港校と大歩校の2校舎に分かれており、原則として、香港校には、香港島在住の児童が、大歩校には、九流、深海在住の児童が、それぞれ通学することになっている。大補校の国際学級以外では、 他の日本人学校と同様に、日本の文部科学省が定める学習指導要領に則っとったカリキュラムで授業が行われており、これに加えて週あたり数次元、英語を母語とする講師による英会話の授業が行われている。教員は学校長以下原則として、日本の文部科学省から海外日本人学校への派遣教員として研修を受けた者が3年の任期で派遣される。 これ以外に英会話の教員として英語を母語とするもの等が必要に応じて学校採用の教員として採用される場合がある。小学部の校舎は香港校、大歩校ともに公共交通機関の便が乏しい場所にあり、生徒、児童の通学範囲が広いため、生徒、児童の内学校の近所に住んでいるもの以外の多くはスクールバスを利用して通学している。 それぞれの校舎発着で複数台のバスをチャーターし、日本人が多く在住する地域にバスストップを設けそれらを巡回するルートを定めて運行している。中学部は公共のバスが多数通っている。現在の香港日本人学校は1966年設立だが、これ以前にも香港在住の日本人子女向けの教育施設は存在した。 その歴史は1907年設立の香港本願寺、小学校まで遡ることができ、第二次世界大戦中の日本軍による香港占領を挟み1945年9月13日の総督部立て香港国民学校の廃校に至るまでの間、解消、改組、移転、一時的な兵廃校等があったものの存在し続けた。だが、 これらの教育施設と現在の日本人学校の間には直接的な関連はない。校長は他の教員と同様に日本の文部科学省から3年の任期で派遣される。第13代現校長までは一人の校長が小中学部の校長を兼任していたが、第14代からはそれぞれに校長が派遣されるようになった。なお、 大歩行には開校当初から大歩行校長として派遣されている。ありがとうございます。